シャインマスカットだけ食べてさ、お腹いっぱいになりそうじゃない、うん、来るとこです。本当ですか？持って帰ろう。買って帰ります。買って帰ります。ありがとうございます。嬉しい。ミサさんとすき焼きパーティーです。あ、5本。松茸ってどうやって食べるの？松茸は、あ、てか今の時期だ、薄く切って食べますよね。あ、でもこれすげえ量あるから、すげえ、こんな松茸いっぱい。高級だね。1本5000円くらい。それぐらいかな。細く切れる気がする。いや、さっきね、これぐらい。その松茸切ります。やばい、時期に食べれてよかった、ね、サッカの忘れちゃう。やばい、美味しそう、やばい、ね、避けるのすごい。避けますね、松茸さん。私の家審査通ったらいいよ。このまま食べれるじゃん、うん。ミサさんと出会った時は私なんかが釣り合えないなと思ったんだけど、そんなことはない。それはでも経営者の部分ではそうかもしれなくて、でも私って YouTube とかさやってて業種が違うから、お互いがそう尊敬し合えてるからなんか仲良くなれたんだなっていうのもあるから。それは間違いない。そう、いやだからお互いにすごいって思い合えるのって大事だよね。そうだね。でもさ、なかなかいないじゃん、そういう人。うん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 。出会えてよかったな。イエーイ、幸せ。私たちはでもなんか割とすぐめっちゃ仲良くなりましたよね。すぐなったね。あ、ね、初対面バッチリよ。バッチリ？あの今別にバッチリだけど、初対面のなんかさ、嬉しい。単純にすごいなと思った。なんかこんな、なんか最初なんかディオールのなんかくれたじゃん。うんうん、セットね。そう、一発目でこんなことしてくる年下初めてみたいな。はい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 。で、もうそんなことされたらこっちもさ悪いじゃん。あ、だからなんかしてあげなきゃって思うじゃん、うんうん、で誘ってくれて、うん、イベントとか。そう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 、それが嬉しかった。え、てかなんか誘ってくれたんだよ先に。そう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 、だからさすがに、あ、そういうことか。そうそうそう、あ、なんか持ってかなきゃってなって、でも重すぎてもきついよなってなってあれくらいの価格帯のものをそのまますぐ買って次の日渡したって。え、あれめっちゃ重かったよね。いや全然、あ、でも重いっていうか嬉しかった。あ、うん、体重が、うん、まあでも全然平均なんだけど、うんうん、よかった。でも私はさ、その時にさ誘ってあげたと思ってなかった。うん、いやもらったと思うから。あ、そういうふうに思うと。うちらだからちゃんとそういうタイプで。そう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 、私はなんか超無意識に、今日とかも無意識に外食ばっかしてんだろうなみたいな、家でご飯とか食べたら喜ぶから、そんな感じで考えてるから、なんかやっとあげた気持ちがなくて、うん、だ
からなんかそれでくれたからへーってなって、だから続いてんだよ多分こちら。確かにね、これでもし私が何もせずにさ、うん、あ、そうだね、そう、ただただもらってるばっかだったら、うんうん、多分なってないと思う。お互い気遣いがある、ちゃんと。そうだね、うん、確かに、ね、親しき中にも礼儀ありがあるだろうなって。そうだね、かよちゃんもそうだよね。かよちゃんもそう、かよちゃんもそう、そうだね、だから私も本当、うん、そうね、そこは成功してる人みんなそうかも、うん、みーちゃんとかもそうだし、うん、キャップこの T シャツ可愛くない？ゼクシーミックス。ゼクシーミックス？韓国のね、あのスポーツウェアブランドで、結構有名。今日は。ブサンとミガ。今日ペロンチーノにしてみました。季節の。でも写真で見るよりちょっと違う。キノコが。ちょっとニンニク結構強い。こんなことないですだからね、スープカレー食べたくなったので頼みました。はい、今は夜の10時です。最近食欲やばくて10時34分なんかさ、ダイエットのためにみたいな動画上げてるんだけど、めっちゃ麺ばっか食べてて申し訳ない。今ね、生理前で本当にラーメンと麺が食べたすぎて、でそんな時に私が食べてる飲んでる酵素じゃない、んサプリ、これアイハブで買ったんですけど、小麦をね分解してくれるらしくて、まあいいか悪いかわからないんですけど、いつも小麦をね食べる前に1錠飲んでます。まあなんでちょっと気休めですけどね、飲んでから食べたいと思う。お米が、お前深夜にこんなの食べるのかみたいな感じでめっちゃ見てきてますね。スープの中に具を全部入れて 6分温めるらしい。もう林田はね結構私の中で上位のラーメン屋さんなんですよね、大好き。林田の醤油ラーメンはねめっちゃ好きで、昔から高校生くらいの時からずっと行ってるんですけど、新宿の本店がね一番美味しいですね。やばいかも、美味しそう。家で林田食べます。暑い暑い、結構暑い。じゃじゃんじゃじゃん、美味しそう。レンゲがないんだけど、スープからいきます。大やけど、もともとねスープあったかい状態で届いて、さらにチンしたんで、卵半熟、美味しい。ラーメンって本当美味しい。私こういうねさっぱりした醤油ラーメンが好きで、いつも行くのは西麻布のラッカンっていうところか、あとはフルメン USA の煮干し醤油ラーメン。恵比寿の島田は林田のあの真似なので、林田に行ってください。ごちそうさまでした。爆食。もう普通に完食ですね。美味しかった。ここにね米をねお店だと入れて食べるんですけど、ちょっとお腹いっぱいなんで今日はスープだけ飲み干します。本当に林田はスープが美味しいから、ぜひみんなも行ってみてほしい。あの散歩です。美味しい。散歩 Vlog ね、これでラーメンもさカロリーゼロ。確かにカロリーあると思って食べたらね、うん、よくないかな。なんか美味しく食べればカロリーゼロじゃない、うん、美味しい。その後動けばよくない。そうだね、歩いて帰ろう家まで、うん、来ました。やった。え、釣るぞ。えー、やってなかった。来たらまさかの休みでした。ね、つらすぎる。しかもさ、フルメンも休みないよ今日、月曜だから。知り合いに電話してみる。電話してどうするの。どっか。いやほら、翌朝3時まで
最高。ネギタン塩みたいなやつ食べよう。ありがとう。美味しそう。こちら表ひっくり返さずに無事焼くことができました。自分を褒めたたえたいと思います。あ、やべえ、まだちょっと赤かった。あ、やばい、開いちゃった。大丈夫、お恥ずかしい。脱いだ方が可愛くない？第2弾焼かせていただきます。先ほどよりですね、あのこちらちょっと太めの、あ、長めのね、ベロになっております。こちらですね、牛タンのさ、なんだっけ、秘密知ってる？知らない。ネギシの白タンってさ、一頭からめっちゃ強い。次はそれにする。白米が進むよね。うん、確かに一夜漬け込んでる感じはする。上のシャインマスカットだけ食べてさ、お腹いっぱいになりそうじゃない？うん、うん、はい、ありがとうございます。本当に大丈夫？本当に2人で、あの2人で1万円だったから5000円ちょうだいじゃん。5000円、怖い怖い怖い、宅台落ちてくる。宅台落ちる。本当に大丈夫？あの5000円ちょうだい。5000円。本当にいいんですか？うん、いいよいいよ、割り勘だからそれで。うん、そうそう、 ありがとう。こちらこそ、絶対5000円じゃない。ちょっと明るいね。卵ちゃん。